はい。えー、今日も XRP の話題でお届けします。コインポストの記事なんですけども、リップル訴訟とその後の動きということでございます。これはですね、1月5日の記事なんですけども、米国向け XRP 取引の継続を表明する取引所もあるということなんですよね。えー、XRP ね、状況が悪いように語られてますけども、そうじゃない意見も当然投資の世界なんであるわけですよね。で、今回の記事なんですけども、XRP 取引サービスを継続 ということをね、表明する取引所もあるということなんですよ。まあ、あの、他の記事でもお届けしましたけども、やっぱり意見が分かれるところなんですよね。で、こういうふうに、あらゆる取引所とか投資家さんが手を引いたからこそチャンスが巡ってくるというのも、まあ、よくあることで、バブル崩壊の時って、あらゆる人が土地や建物を手放したわけですよね。で、それを買い漁る人がいた。 今どうなるかっていうと、そこの、底値で買いあさった人が、まあ、得をしてるっていう状況があります。ですので、これからリップルが値段が下がっていくとして、それでね、あの、今までのような、XRP の目的以外の、当期的な流動性を担保した、そして知名度をね、世界最大の位置まで伸ばした XRP ってものが、別の使れ方をすることも考えられるわけなんですよ。例えば、XRP が今回訴訟に負けたとしてですね、 えー、ボロボロになっちゃった。ところを買収するっていう動きもあります。XRP を買収する。もしくは他の暗号通貨のね、えー、制作者とかが合併するみたいなこともあるかもしれません。なんで XRP っていうのは、よくも悪くも知名度ではビットコインと並ぶわけですよ。そうなると、この XRP というブランドをこのまま地上から消滅させるよりも有効に使う手段をリサイクルみたいな感じで考える人がいるのも確かなんですよ。で、その前になんですけども、じゃあ、リップルね、 SEC の提訴や各事業所の追記サービスを受けさまざまな動きが確認されているということなんですけども現時点では SEC 側の主張のみが拡散されているというふうな指摘もあるわけなんですよじゃあ,あ,あそういった方がね近々反論を提出する予定だということであとねこちらもありますよね米財務省の金融犯罪取締りネットワークはすでに XRP を通貨と見なしているわけなんですよ なのにもかかわらず SEC は有価証券だと、ふう,うな批判をしていると。酵素の取り下げをしろということで、人も集まってきてるわけなんですよね。うん、だからそう考えるとですね、XRP が一方的にこれからなくなっていくんだっていう考えだけではなくて、両面から考えなくてはいけないってことにね、やっぱり立ち返るわけなんですよ。え、ここにも書いてますけども、うん、フィンセンっていうのはね、フィンセンっていうのはよく聞くところだと思いますけども、 米財務省の金融犯罪取締りネットワークはすでに XRP を通貨とみなしてるわけなんですよ。だから規制事実なわけなんですよ。それに対して SEC の提訴が成功すると、こちらの財務省の方ね、こちらの方にも顔に泥を塗ることになりますんで、まあ一定の賠償を支払わせながら、XRP の営業自体は継続を認めるっていうところに落ち着くとしたらですね、この XRP の価格っていうのはまた 戻っていくんじゃないかなって考えるのも一つなんですよ。あとは皆さんがどう考えるかですね。以上です。